QM113 コンクルスは、ソビエト連邦の対戦車ミサイルである。QM113 は、ロシア国防省内のグラオが付けたミサイルの名称であり、NATO コードネームは AT-5 スパンドレルである。QM113 の弾対 QM113 は、トゥーラ機械設計局により、兵士が、携行可能な戦車を撃破できる。 次世代の優先誘導による反自動指令小巡線一致誘導方式対戦車ミサイルを生み出す目的で1962年から開発が始まった。QM113 は QM111 ファゴットと並行して開発され、両者は大きさ以外はほとんど同じである。優先誘導方式のミサイルであり、全長は約2メートル、射程は3.6キロメートルである。 配備は1974年より開始された。このミサイルは、車両から発射する設計になっているが、BMP-2 や、BMD-2、BRDM-2 の基本並走である QM111、ファゴットの後期型発射機から撃つことも可能である。このミサイルは、グラスファイバー製の保管用危険発射等で保管され、運搬される。発射装置は、 ガス発生装置を使ってミサイルを発射塔から打ち出す。コールドローン地方式であり、発射後のガスは無反動砲のように発射灯後部から排出される。ミサイルは秒速80メートルで打ち出され、空中で固体燃料、ロケットモーターによって即座に秒速200メートルまで加速する。この初期の高速度は、 ミサイルの有効射程に入ると低下するため、目標に対して曲射しなくとも直接照準で発射できる。ミサイルは1秒間に5から7回転しながら飛翔する。発射装置は、ミサイル後段から発せられる、噴射炎の激しい赤外線発光の位置を追いかけて、目標との位置のズレを、ミサイル後部から引き出されている、細い誘導線を経由して、ミサイルに適切に指令する。 発射装置は、シュトーラのようなアクティブ防護システムからの妨害を検出すると警報を発するので、運用者は、手動操作による手動指令小準線一致誘導方式のミサイルとして扱える。反自動指令小準線一致誘導方式は、マクロスよりも多くの利点があり、いくつかの情報源によれば、システムの命中精度は90%であるとされているが、 BGM-71、e、等やサクロスの QM14、マリュートカと同等の性能である。イスラエル軍当局は2006年のレバノン侵攻時にヒズボラが QM113 コンクールスを使用したと公表した。イスラエル軍はヒズボラがレバノンでイスラエルの主力戦車に向けて使用したと主張した。QM113 は1990年代に ロシア製のオリジナルがイランに売却された後にイランが複製した。イランは2000年頃から当然マイナス 1M113 という名称で複製品の量産を開始していると言われている。2020年9月に行われたロシアの多国間演習コーカサス2020で演習で使用されたロシア製の対戦車ミサイル QM113 コンクールスを誤ってロシア陸軍の T-90A に発射した。対戦ミサイルは T-90A の右側面後方に命中し、写真では T-90A の装甲は貫通していないが、車体が黒く焦げているのが確認できる。また、砲塔旋回装置が損傷を受けているテルと見られる、などと報じるメディアも複数存在する。ありがとうございます。